にちは、こんばんは。ダイスチャンネル、ダイスです。今回はこれ、ファミリーマートとサークル系サンクスでやっていた妖怪ドリーム秋フェスタ10月18日からのこれ行ってきました。で、パンフレットもらってきたんですけど、めちゃめちゃ可愛いコアラニャンとかもいるんですよ。でですね、これもうハロウィン仕様っていうので、コアラニャン、ジバニャンも後ろにいるね、冬ニャンとコマジロも頭にとんがり帽子、魔女的な魔法使いの格好してるんですよね。で、ここもね、端っこが尖ってて、なんかマントもコウモリのマントみたいな感じになってるのも可愛い。で、ここコマさんが幽霊のね、帽子っていうのかな、かぶり物してるんですよめっちゃ可愛い。で、後ろにいるウサビョンも頭にね、骸骨のお面つけてるの。まあ、キュウリとかオロチはそのままだったりとか、ブチニャンもそのままだったりとかね、ロボニャンがいたりっていうのもあるんですけど、これはね、すごい可愛い。で、ウィスパーもね、なんかリボンのネクタイ。あとですね、これを開くと、はい、ハロウィンのトリックアトリート、お菓子くれなきゃいたずらしちゃうよっていう企画もやっていて、妖怪ウォッチの間違い探しで、2枚のイラスト、この下のやつね、で、間違いは全部で3つ全部見つけて、10月25日から妖怪ハロウィンキャンディーをもらいに行ける。で、各店舗で先着 100個限定で、全部で7種類なんですけど、パッケージのところもね、ここにジマニャンとコアラニャンもいるんですよね。で、ちなみに、ほい、見えにくい、これが今回の間違い探しのイラストになります。3箇所、さっきダイスはチラッチラッと眺めて3箇所分かりました。どうですか皆さん、分かりました？分かりました？これね、中央と下の方と上の方に1個ずつあるんですよね。で、全部で3箇所。答えは、ウィスパーのリボン、そして、一番上にある大きい方のかぼちゃの表情、あとコアラニャンの脇にあるかぼちゃ、これが色が違ったりしてました。これジャック・ランタンがね、普通のかぼちゃになってるっていうのの3箇所の違いでした。これも、10月25日からなので、もらってこようと思います。こっちの中のイラストもね、妖怪のみんながいて、とっても可愛くなってるやっとね。で、これお店の人に伝えると25日からもらえるそうなので、ちょっとね、これも楽しみに待ってました。あとですね、実はこれ2つ購入してきたんですよ。数量限定で発売になったものなんですが、なんと大人気のジマニャンとトムニャンが数量限定の中華まで発売されましたーで、どっちもとりあえず開けてみますね。で、味が違うっていうことだったんですよ。で、まずはこっち、ちょっとこう下はほら、プニプニのジマニャンの敷いてあります。こっちがジバニャン、あー、かわいいこんな感じで、もう一個がトムニャン。トムニャンの方はね、これ、一番くじで当たったお皿1個あるので、これがね、ケーキブラザーズのやつだったので、まあ、ジマニャン置くよりはトムニャンかなと思って、こっちにしました。トムニャン、あ、かわいいちょっとよく見ていこう。これ2つこんな感じ。表情もね、なんか若干こう、なんかほら、崩れてるのもまた違って可愛いやつですよ。すごいね、作り込みすごいの、ウィンクしてるよトムニャン。で、上の方もね、こうやってちゃんと耳がついてる、ほら耳で、ジバニャンの中身はジバニャンの好物のチョコボーにちなんだチョコレートなんだそうなんですね。で、これもね、甘いっていうの、甘いのも大好きだから、私このチョコマンも食べるのが楽しみなんですよね。ジバニャンマンはチョコニャン、違った、チョコマン、チョコが入ってるチョコマンです。で、トムニャンは中身がですね、塩味あっさりのね、中華まんになってるそうなんです。で、もうこれはもうどっちから食べようっていうのを決めるときに、まあ、チョコはデザートっぽいから後かなと思って、今回はたまにゃんからよく見て食べていこうと思います。でたまにゃん、頭にちゃんとねこうあるのよ、こう髪の毛のとこの部分ちゃんとついてるんですよね。で脇の方にはこう垂れ耳になってるけど耳があって、表情はウィンクしてる表情になってましたであ、ここは焼き印になってる、口元は焼き印になってて、こう点々点ってこうそばかすがあるねある感じになってる。これはかわいい。でこれシートも妖怪ウォッチのプニプニのやつ、ほら妖怪ウォッチプニプニ1周年記念だからね。プニプニも私もやってるけど本当に楽しいんですよね。その妖怪ウォッチプニプニの1周年記念っていうのが描かれていましたこれはどっちもね共通っぽいです。で手に持ってみるとね、まだね買ってきたばっかりあったかいのさあもう髪の毛のところからねプニプニしてて絶対美味しいでしょ。でこのままいただきます。ちょっと表情もあれなんですけど、あ、綺麗に取れてる。すごいよね、色が本当にすごいかわいい一個ずつねこう崩れ方みたいなのとかも違うと思うんですけど、私のはこんなトムニャンでしたではいただきます。ちょっとあれなんだけどな、真ん中からいくのはあれだから、中はねこんな感じ。おおすごいすごい。ちょっと食べてみよう。いただきます。うん、あ、皮もちもち。私あれなんですよ、中華まんというかこの肉まん系のところのやつにドハマりしまして、毎年ですね各コンビニさんのやつをこう食べ歩きするぐらいハマるんですけど、今年ももうこういう限定マンみたいなやつも出たっていうので、またここからハマりに行きそうですね。まあ秋といえば食欲の秋ですよ。いいんですよそれでおお、これいただきますおいしい。塩味の肉まん、中華まんになるんですけど、中にね豚肉とかね、玉ねぎもねすごい甘さがあるし、あっさりしてますね。ちょっと辛いのかなって思ってたけど、そんな辛いっていうわけじゃなくて、スパイスの香りがふって上がるぐらいなんで、お子さんでも食べれると思います。これね大丈夫、すごい美味しい。で周りもちもちです。いいねトムニャンごちそうさまでした。で次々ジバニャン食べよう。でジバニャンもこんな感じで、さっきちょっと表情と見たんですけど、しっかりね頭の上に耳がついてるあとはね目のところもねちゃんとこの白いところの部分のパーツと目のパーツとって言って、トムニャンもそうなんだけど分かれてるんですよね。なんで横から見るとちょっとデミキンさんみたいになってるけど、前から見ると立体感あふれるジバニャンです。お花がちゃんとポンってついてるのと、ここはね口元は焼きになってました。で撮ってみると、あ、真下がこんな感じになってるけど、すごいこれもかわいい。くるっと回してみよういいねいいね。真上はねこうなんだよ。真上から見てもジバニャンって分かりますよね。ほら分かる。ではでは、またちょっと前から持っていくのあれなので半分。あ、すごいチョコトロトロだ。うわーすごい。中身多い。トムネの時もそうだったんだけど、中身が多い。ちょっとこぼれないようにちょっとだけね拭き取り的なやつをしていただきましょう。いただきます。うわすごい、めっちゃ具だくさんじゃん。うまーあ、すごい濃厚。チョコレートめっちゃ濃厚。ね、ミルクチョコレートだこれ。あ、美味しい。口当たりがねすごい滑らかだし、甘さも私的にほんとちょうどいいのでいっぱい食べれる。いっぱい食べれるって言ってた。美味しい。あとね、鮮やかなんですよね、どっちも。色がね、色目がめっちゃ鮮やか。ほら、プニプニのとこの表情とジバニャ一緒だもん。これは美味しい。ハマりにハマって太る系なタイプのやつかもしれないけど、まあまあ大丈夫、美味しいもん。うん、あ、こっちも皮ももちもちだな。あー、すごい美味しい。あとほら、限定感あふれる絵柄だし、また買ってきてね、今回の顔とともにゃんとジバニャンどんな感じ違うのかなみたいなのとかも見ながら楽しみたいと思います。嬉しい、うまい。はい、ということでお時間いただきましたが、はい、半分ずつもう食べ終わっちゃいました。ペロっていける美味しさ。ということで、今回は限定のジバニャンまんとトムニャンまん食べてみました。めちゃくちゃうまいぜ。で、期間内にまた行って、まあ、数量限定っていうのもあるので、いっぱい食べようと思います。はい。最後まで見ていただいてありがとうございました。皆さんも試してみてはいかがでしょうか。それではまた See you!